こんにちは。2022年5月の、バーチャルEー、月報です。まあ、わざわざお伝えするような情報もないので、近年買ってよかった、家電の話をします。秘めていますからね。家電は、バズオ。その1、除湿機、Amazon で買った、確か3000円くらいのやつ。これはですね、自前です。そこまで除湿できてる雰囲気はしないんですが、ほっとくと、まあちゃんと水は集めてくれてるし。ほぼ365日動かし続けて、丸3年、今もバッチリ動いています。いい子。バーチャルEーハウスの除湿問題、かなり深刻です。カビ、腐食したら困るものしかないので。現状この他、引き出しに入れる除湿シートと、閉める時期はエアコンの除湿モードをフル稼働しています。ガツンとでっかい除湿機が欲しいけど、いつもそのお金で、ゲームを買っちゃうんだよな。必要なお金でゲームを買うと、必要なものは買えないけど、欲しいゲームは手に入るので。続きまして、電動シュレッダー。手動シュレッダーを使っている、すべての皆さん。悪いことは言わないので、5000円くらい出して、ちょいデカサイズの電動式を買いましょう。通販が発展した昨今、宛名書きとか、個人情報付きのゴミが出ることはますます多くなり。シュレッダーをかけて捨てたい紙類ってのは、案外多いものです。それをいちいち、手でキコキコやるシュレッダーとか、ハサミで細かく切るとかするとですね。時間がいくらあっても足りず、面倒から書類が山となり、ただでさえ見えない床がさらに見えなくなるなどします。そこをこいつは、紙を穴に突っ込むだけで、轟音とともにパパパッと裁断してくれますので。革命的に楽で、かつ気軽でもあります。裁断部分は、ゴミ箱部分と直結しており、そこにゴミ袋をかませれば、ゴミ捨てもスーパー簡単。著しい時短が見込めます。解読です。その3、ハンディ掃除機。これはですね、全然便利に見えないんですが、掃除苦手勢におすすめしたい品です。このモデルは、大きさは2リットルペットボトルくらい、USB から充電できるタイプの掃除機です。これの何がいいかというと、使うかな。となってから、実際に起動するまでの手軽さで。ほら。掃除機の面倒の大部分って、あのでかいガタイを電源つないで、振り回して。そういう、少なからず大立ち回りをしないといけない、そういう部分の手間じゃないですか。それが面倒なために、多少の塵はおめこぼしとなり、見えない床が、灰色の層に渦漏れていくわけですよね。それがこいつなら、ホコリがそろそろ山ぞとなったら、さっと手に取りボタン一発、1秒です。自分でもびっくりしましたが、初動がここまで手軽だと、できてしまうんですよね、床の掃除が、日常的に。でかい掃除機と違い、デスクの足元などに置いとくこともできますし、吸引力も大ホコリなら、全く十分。むしろ小さいゆえに机の上とか、キーボードの隙間とか、そういった掃除にも使えます。よう、できとる。いかがですか？以上、5月のバーチャルEーゲーマー、ニュースでした。6月もバーチャルEーゲーマーしてくれよな。